1980年に放送された3年 B 組金八先生第2シリーズ、学園ドラマの金字塔金八先生の第2弾です。熱血教師金八先生がクラスで起こる様々な問題に体当たりで解決し、生徒が成長していく様子が描かれています。第2シリーズは全8シリーズ中最高傑作と言われ、俺は腐ったみかんなんかじゃねえという名台詞も生まれました。平均視聴率は 26.3% を記録しています。今回は第2シリーズに出演した主な生徒役の現在をご紹介します。青木茂吉、大仁田博さん。大仁田博さん演じる青木茂吉はお調子者、飲酒騒動などを起こしました。大仁田博さんは1965年生まれ、東京都出身です。子役出身、金八先生への出演のほか CM 出演などもされています。代表作にテレビ東京スパイダーマンやテレビ朝日やぶれシンクロなどがあります。その後主に舞台に活躍の場を移し、劇団イング、劇団ジャップリンと渡り歩きました。大仁田博さんはご家族などのプライベート情報は分かっていません。大仁田博さんは現在芸能界を引退されています。赤髪千佳子、伊藤司さん。伊藤司さん演じる赤髪千佳子はクラスのアイドル的存在、野球部のマネージャーでした。伊藤司さんは1967年生まれ、東京都出身です。幼少期より児童劇団に所属されていました。金八先生出演で知名度が上昇した翌年にアイドル歌手としてデビュー、ブレイクしました。その後アイドルを経て女優活動を開始、主にテレビドラマに出演します。結婚は1994年に一般男性とされましたが、後に離婚されています。お子さんはいません。伊藤司さんは現在も女優として活動されています。石川優子、吉田靖子さん、長野靖子さん。吉田靖子さん演じる石川優子はクラスの優等生ですが、テストを白紙提出するなどの問題行動を起こしました。吉田靖子さんは1965年生まれ、東京都出身です。児童劇団に所属し子役で活動していました。金八先生への出演で知名度が上がりましたが、その後タップダンサーを経て劇団四季に入団、美女と野獣などの作品に出演しました。吉田靖子さんのご家族などのプライベート情報は分かっていません。吉田靖子さんは現在ミュージカル劇団を立ち上げ活動されています。岩沼浩一郎、片桐清さん。片桐清さん演じる岩沼浩一郎は卒業後チンピラになりますが、後に金八先生の娘の命の恩人になり、特別な存在になるという役でした。片桐清さんは1966年生まれですが、出身地は分かっていません。片桐清さんの情報はほとんどなく、どのような経歴をお持ちか、またご家族についても不明です。片桐清さんは現在運送業社長兼ドライバーとして活躍中です。大川明子、村野ひとみさん。村野ひとみさん演じる大川明子はお調子者、いつも元気でパワフルな役でした。村野ひとみさんは1964年生まれ、東京都出身です。1980年、3年 B 組金八先生第2シリーズで女優デビュー。主に脇役でドラマや映画出演をしました。1990年に武田鉄矢さんの個人事務所に入り、女優業と武田鉄矢さんのマネージメントを行うようになりました。村野ひとみさんはご家族などのプライベート情報は分かっていません。村野ひとみさんは現在も女優、武田鉄矢さんのマネージャーとして活動中です。加藤勝、直江喜一さん。直江喜一さん演じる加藤勝は学校一の不良少年、
番長で問題児という設定でした。俺は腐ったみかんなんかじゃねえは加藤勝の名セリフです。直江貴一さんは1963年生まれ、東京都出身です。1979年、3年 B 組金八先生で俳優デビュー、翌年の金八先生第2シリーズでブレイクしました。また1981年にはシングルを発売し、歌手デビューもされています。1992年に芸能界を引退し、建設業界へ就職しました。結婚は22歳の時にされ、一女を設けられましたが、その後離婚。2019年に元女優の八木さとみさんと再婚されています。直江貴一さんは現在サラリーマンの傍ら芸能活動を再開し、バンド活動や舞台公演などを行っています。迫田八重子、川上麻衣子さん。川上麻衣子さん演じる迫田八重子は第2シリーズのヒロイン的存在でした。川上麻衣子さんは1966年生まれ、東京都出身です。中学生の時児童劇団へ入団し、芸能活動をスタート。翌年テレビドラマでデビューしました。金八先生第2シリーズへの出演でブレイクし、1981年にはアイドルとして歌手デビューも果たします。結婚は1996年に中学同級生だった一般男性とされましたが、その後離婚。お子さんはいません。川上麻衣子さんは現在も女優として活動する傍ら、ガラス工芸品などを扱うセレクトショップを経営されています。佐藤真希、佐野恵子さん。佐野恵子さん演じる佐藤真希は畳屋の娘で、明るく騒がしい性格という設定でした。佐野恵子さんについては情報がほとんど出回っておらず、経歴がわかりません。しかし出演者のその後を調査したテレビ番組で、現在スナックを経営しているということが明かされました。 C のはじめ、光一平さん。光一平さん演じる C のはじめは加藤勝を信頼し憧れ、加藤が働くスナックで手伝いまで行うという役でした。光一平さんは1964年生まれ、東京都出身です。1979年、姉がジャニーズ事務所に履歴書を送り事務所入り。1980年、金八先生出演で俳優デビュー。翌年アイドル歌手デビューしましたが、アイドルとしてヒットはせず、1985年に事務所を退所し、本格的に俳優活動を始めました。結婚は2008年に8歳年下の一般女性とされ、息子さんが一人います。光一平さんは現在俳優をする傍ら、子役プロデュース業を行われています。高橋健、鳥海克美さん。鳥海克美さん演じる高橋健は糖尿病で甘いものが食べられず、食べ物を粗末にして騒動を起こす役でした。鳥海克美さんは1963年生まれ、埼玉県出身です。7歳から児童劇団に所属し、子役活動を行っています。俳優活動のほか声優としても活動し、代表作にアライグマラスカルやミユキがあります。鳥海克美さんはプライベート情報が少なく、ご家族については分かっていませんが、結婚されていないのではという情報が有力です。鳥海克美さんは現在主に声優として活動中です。土屋秀樹、中村誠さん。中村誠さん演じる土屋秀樹は、高校の裏口入学のため姉が詐欺師に騙されそうになるという役でした。中村誠さんは1967年生まれです。ジャニーズ事務所に所属し、金八先生などに出演しました。しかしその後芸能界を引退しています。結婚は一般女性とされ、娘さんがおります。中村誠さんは現在東京で茶花というパンケーキ屋を経営されています。平尾久幸、
藤田秀代さん。藤田秀代さん演じる平尾久幸は、クラス一の秀才、生意気な優等生役でした。藤田秀代さんは、1964年生まれ、東京都出身です。児童劇団に所属し、小学生の時から芸能活動を行います。主にテレビドラマで活躍し、金八先生のほか、二重詩の瞳などへの出演があります。1985年以降は劇団に所属し、舞台活動が中心となりました。藤田秀代さんは、プライベート情報が少なく、結婚やお子さんの存在については分かっていません。藤田秀代さんは、現在も俳優として、主に舞台で活動されています。松浦悟、沖田博之さん。沖田博之さん演じる松浦悟は、B 組の番長。加藤と衝突するも、徐々に仲良くなる役でした。沖田博之さんは、1963年生まれ、神奈川県出身です。中学高校と暴走族の集会やディスコへ行く不良少年でしたが、歩行者天国で踊るタケノコ族への参加で、芸能プロダクションからスカウトを受けました。金八先生で俳優デビュー。1981年にはシングル「いい気持ち」を発表し、40万枚のヒットとなりました。1985年に独立し、俳優業に専念。一旦仕事がなくなるものの、舞台を中心に活動を始めます。結婚は1995年に一般女性とされ、二児を設けられました。沖田博之さんは、1999年に36歳で自刃されました。森下美穂子、小郷舞子さん。小郷舞子さん演じる森下美穂子は、B 組の学級委員、好奇心旺盛な役でした。小郷舞子さんは、1965年生まれです。1980年、金八先生のオーディションに選ばれデビュー。他に代表作として、北の国から、映画、時をかける少女などがあります。女優のほか、モデル活動も行っており、バラエティ番組でも活躍しました。小郷舞子さんは結婚され、お子さんを設けられています。小郷舞子さんは、現在モデルのほか、表情筋トレーニングインストラクターとして活動されています。山本まどか、福谷美穂さん。福谷美穂さん演じる山本まどかは、受験科目以外の授業を聞かず、内職して怒られる役でした。福谷美穂さんは、1965年生まれ、大阪府出身です。金八先生への出演のほか、1984年には、アイドル歌手として、恋人講座でデビューしました。1987年には、芦屋雁之助さんとのデュエット曲「お父ちゃん」もリリースされています。福谷美穂さんはプライベート情報が少なく、結婚やお子さんなどの詳細については分かりません。福谷美穂さんはすでに芸能界を引退されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。